カールスペルサスアポティンキプロ腰のつぶやきホンホンク。2020年4月3日夕方の6時半になろうとしているところです。1時間ほど前に仕事を終えまして、見てください、このいい感じの明るさを。サマータイムに切り替わりまして、夕方のこの時間でも非常に明るく、気温もちょうど良くて、もう本当に過ごしやすい最高の季節がやってまいりました。ただ一つ残念なのは、もうコロナウイルスの影響で外出禁止令が出てしまっていることですね。自由に動き回ることができません。外出禁止令という言い方をしてしまうと少々語弊があるかもしれないんですが、不要な外出禁止というのが正しいかもしれないですね。もしくは外出制限令という言い方の方が適切かもしれません。これまでよりも自由が利かなくなってしまったので、買い物もそんなに気軽に行けなくなってしまいました。僕は毎日ちょこちょこ少量の買い物をするようにしてたんですけど、スーパーの入場制限が行われるようになってから気軽に行けないなと思いまして、まとめ買い、一人暮らしなのでそんなに大量ではないんですけど、多少まとめて買うようにしてスーパーに行く回数を減らしている状況です。あとやっぱり運動量がすごく減ってしまったので、今日はちょっと遠めのスーパーに歩いて行っているところです。スーパーに行って帰ってくるだけでも結構ないい距離なので、いい感じの運動になりそうですね。ちなみにこの道はよく歩いてたんですけど、外出の制限がかかってからはもう本当に久しぶりに来ます。で、特にここの道路とかは渡るのが結構大変だったんですけど、車の数も減ってますね。フィパンは本当に車社会なので、特にここの通りですね、非常に大きな通りで交通量が非常に激しい道路なんですけれども、もう本当にガラガラですね。日本風に言うと、国道みたいな感じの道路ですね。長くて交通量が多くて、そしてこの通り沿いにもいろいろお店とか事務所とか施設がたくさんあるんですけれども、こんな国道みたいな道がガラガラになってしまってるんですよね。今日は外出ついでに瓶を捨てます。コロナ、コロナを排除いたしました。僕が大好きなパン屋さんが見えました。スイグマ、ここのパン屋さんは24時間営業のお店でずっとやってますね。あ、警察車両が横を通り過ぎていったようです。今外出許可は65歳以下の方は携帯の SMS で申請をするようになってまして、警察官から提示を求められた時には何時何分に送信した SMS なのかっていうのがチェックされるようです。で、僕はまだ警察官に呼び止められたことはないんですが、周りで捕まってしまって罰金を食らったという話を聞いたことはあります。先日の別の動画でも紹介させていただいたんですが、罰金が今300ユーロです。いやー、300ユーロっていう罰金はすごく大きいですよね。結構お店が寂しくなってるんですが、ペットショップは開いてるみたいですね。2020年3月31日以降急にルールが厳しくなってしまったんですが、同僚の話によると犬の散歩は
例外的に認められるみたいなんですよね。いちいち SMS の外出許可がいらないっていう風に聞いています。それでなんか犬連れの人すごい増えたよねみたいな話をしてたんですけど、まさにそうですね。外出制限がなされているものの、犬の散歩が無限に OK なのであればまあ犬を飼ってらっしゃる方だったらもうここぞとばかりに散歩行きまくるでしょうねというのが、今もう春でこんなに気持ちがいい感じになってるので、家に引きこもりっぱなしっていうのは非常にもったいないですよね。はい、到着しました。僕が大好きなスーパーマーケット、スクラベニティスです。ギリシャ系のスーパーですね。あ、なんか車はたくさん止まってますが、入場制限はないかもしれないですね。人の行列が見当たりません。ラッキーかもしれません。それでは買い物してまいります。あ、ここで待機しましょうっていうマークはあるんですが、並んでる方が誰もいません。店内はかなり普通ですね。品揃えも普通で安心しております。エナジーが安いので何本か買います。あたりの買う量はすごいですね。あ、ちなみに一番ではこのカートを使う必要はありません。おドイツの友人が教えてくれたんですけど、人と人との距離を空けるために、たとえパン1個とか牛乳1本みたいな買い物だったとしても、このカートを使わなければいけないというようなルールがあるらしいんですけど、スパンはそうではありません。僕は今日こんなに買う予定です。エナジードリンクを5本入れてるのは来週1週間を乗り切るためですああ、結構な量を買い物しました。さてこれから筋トレの時間です。買い物を終えて外に出ました。非常にスムーズに買い物することができました。店内もそんなに混んでなかったですし、レジも非常にスムーズでしたね。一人当たりの買う量が増えている状況ではありますが、店員さんが、あ、こっちのレジ空いてるよみたいな感じで案内してくださいまして、行列並ばずに済みました。まあ、僕が買ってる量他の人に比べると少ないですからねもう他の人とかもカートに山盛りとか、カート2カート使ってらっしゃる方とかいらっしゃいましたね。まあ、僕は一人暮らしなのでそんなにまとめ買いしたところでっていう感じなのと、車持ってないので持ち運びきれないですね。すごく過ごしやすい感じでいいですね。思った以上にそんなに息苦しくない雰囲気です。僕からすると車がいつも多くて、でしかも結構危険な運転する方が多いんですよね。もういつ引き殺されるんやろうかと思いながらヒヤヒヤしているんですが、まあ、こんなに車が少なかったら、まあ、僕みたいな歩行者からするとありがたいかもしれないですね。今はいい感じの気候なので、本当は海沿いでオビアでも飲みたかったんですけどね、それは叶いません。そしてさらに僕は治さなければいけない体の症状がありまして、薬を飲んでる関係で禁酒中です。今日もたくさんスーパーで買い物をしたんですけど、その中にはお酒は含まれておりません。油断しておビアを買いそうになったんですけど
辞めました。まあ僕はオドイツ生活が約8年で、もう本当にオドイツにいた時はおビアを毎日結構飲んでましたね。おビアは水やぐらい思ってましたね。まあ、それで、まあ、お水で思い出したんですけど、ドイツ語の単語って男性名詞、女性名詞、中性名詞と名詞は3つの性があります。水が中性名詞なんですよ。で、オビアも中性名詞なんです。ダスバサーとダスビアーですね。そう、だから水と同じって覚えてました。早くこの警戒が解かれて海沿いでオビアが飲める日が来ればいいなと思っております。あ、今目の前で警察のチェックが入ってますね。ちゃんと外出許可を得ているかどうかっていうものでしょうか。あ、これやってるの僕本当に初めて見ました。貴重な情景ですね。さっき横通った時に英語で少し聞こえたんですけど、あれなんで SMS 送ってないんだいみたいな感じで聞かれてました。忘れてしまってたんでしょうか、それとももうすでに今日使える分の1回を別の用事に使ってしまって、まさかの掟破りの2回目の外出だったんでしょうか。ちょっと分かりませんが、まあああいう感じで見つかってしまうと罰金が300ユーロ請求されるようになってしまいます。怖いですね、300ユーロ。こんなね状況で罰金300ユーロって本当に大きいですよね。他の国だともうちょっと大きい罰金額であるというようなニュースを聞きましたけれども、僕は300ユーロでも十分大きいと思っております。だって外出するだけで300ユーロでしょ。で、さっきの方の場合だと車の中に2人いらっしゃったので、あのグループだけで600ユーロです。ひー、余談ですが、僕チパンの警察官が仕事してるの初めて見ました。もういつもね本当に危険な車の運転してる方とか、住宅街で絶対こんなスピード出したらあかんやろっていうところですごいスピード出してる方をよく見かけますし、なんか歩道の柵がすごいへこみ方してたりとか、これ歩道を歩いてたら殺されるんちゃうっていうぐらいのすごいことになっているところがあります。もう交通の取り締まりもっと普段から強化してほしいなって思いました。僕は自分のこの YouTube チャンネルで何回か申し上げたことがあるかと思いますけれども、もう本当に一番で生活していると、まあ、特に僕のように車を持たずに歩いて生活をしていると、まあ、会社に向かう途中であったり買い物に向かったり散歩してる時もそうなんですが、ほんまにあ死ぬみたいな感じの、もう車に跳ねられそうになるような機会っていうのはたくさんあります。もうウインカー出してくれないし、突然ガーって人が歩いてるのに入ってきたりとか、信号赤いのに止まらないとか、まあ、結構すごいですね。車の交通量でいうと正直このぐらい車が少ないのが僕にとっては本当にちょうどいいです。帰宅いたしました。本日は久々に買い物ができて非常に満足しております。ここのところお昼ご飯どうしようかなっていうふうに困ってしまっていたんですよね。これまでは自分で簡単なものをちょこちょこっと作って持って行ったりしていました。まあ、節約のためですね。あとはちょっとずつ料理とかもできるようになったらいいのかななんて思っていたんですけれども、ここのところそれができない日が続いておりました。会社の社内に
ちょっとした売店と、ケータリングサービスが入っていたんですけれども、それらのサービスもストップしていますし、会社のすぐ近くのキオスクも今閉店してしまっている状況です。同僚たちがフードデリバリーサービスを利用しているようだったので、僕も便乗して利用させていただきました。フードデリバリーサービスは、僕は宅配ピザぐらいしか利用したことがなかったんですけれど、種類が非常に豊富で驚きでした。メニュー見てるとすごい楽しかったんですけれども、正直申し上げて、毎日は頼めないなっていうふうに思ってしまいました。やっぱり配達していただく分のコストもあるので、値段が高いですね。今までランチ代は5ユーロとか6ユーロとかだったので、いきなり15ユーロを超えるような金額になってしまって、最初はフードデリバリーサービスはいいなぁみたいな感じで思ってたんですけれども、まあ、だんだんやっぱり高いわっていうふうに思うようになりました。あと、結構ジャンクフード系がやっぱり多いですよね。僕はダイエットを結構頑張ってたので、これでまた太りそうやなというふうに思いました。で最近僕はツイッターにすごくハマってしまいました。一人でつぶやくの結構楽しいので今こうして自分のチャンネルでもリアルにつぶやいてますし、ツイッター上でもいろいろ独り言をつぶやきまくってます。その中で今回のこの状況で太ってしまいそうだなと思ったので、僕は食べ物の写真とコロナ太りみたいな感じでつぶやいてみたんですよね。で同じようなつぶやきをしている方いらっしゃるかなと思って検索したら意外とたくさんいらっしゃって、仲間やと思って、あのいいねボタンって言っていいんでしょうか、なんかハートマークをつけるものがあるんですけども、同じような時間に同じようなつぶやきをしていらっしゃる方にやたらいいねをつけまくりました思ってることは同じなのかなと思って、なんか勝手に親近感が湧いてしまいました。で、フードデリバリーサービス毎回頼んでると高いわと思ったんですけど、今日はちょっと奮発をしました。じゃじゃーん、まあ、じゃじゃーんって、まあ、あの空の寿司おけなんですけれども、今日は僕、お寿司を頼みました。なんでお寿司を頼んだかというと、まあ、純粋にお寿司、僕大好きなんですけれども、全然食べれていなくて、久々に食べたいなっていうふうに思ったので、頼んでみたということもあるんですけれども、今日、2020年4月の3日ですね。4月の3日は、僕にとっての、ちょっとした記念日でもあるんですよね。2019年の4月の3日に、僕は、この、地盤に移住いたしました。わーっていう、まあ、それだけなんですけど、1年経ちました。長かったような短かったような、なんだかよくわかりませんが、僕はオドイツが大好きで、オドイツに移住できた時はもう本当に嬉しくて、まあ離れることはないかなっていうふうに思ってました。でも離れちゃう決意をしたんですよね。まあ人生いろいろあるし、わからないものですよね。まあそんなこんなで、地盤で丸1年過ごすことができました。今はこういう状況ではありますが、今後もたくさん楽しい思い出を作っていけたらなと思っております。オドイツにはまた僕は帰ることになるのかな？それとも地盤に長くいるのかな？まあそんなこともわからないですね。チャンスだなと思った方向にどんどん突き進んでいくんだろうなと思っております。
今後いろんなチャンスに恵まれますよう、ということで勝手に1周年記念のお寿司を一人でいただきました。これ寿司受け結構大きいサイズなんですけど、まあ、これにぎっしり入ってたわけじゃないんですよね。でしかもデリバリーの方が運んでいらっしゃる間に寿司が寄っちゃってて、結構面白い感じのレイアウトになってました。ヨーロッパでいただくお寿司も僕は結構好きなので、また機会があったら注文してみようかなと思っております。実は4月には僕にとってのメモリアルデーがもう1日あるんですよね。それはまた近々訪れますので、その際改めて動画を撮影しようかなと思っております。よかったらそちらも合わせてご覧いただけますと嬉しいです。それでは今回の放送はこの辺で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。それではタレメ、ごきげんよう、さようなら。さあ僕はこれから夜な夜なミンチ肉をこねくり回します。カローサバドクリアコン。それでは皆様、素敵なご週末をお過ごしください。